皆さんこんにちは、リコです。先日発表のあったマイナンバーカード一体化のニュースについて、本編では現在分かっている情報をもとに分かりやすくお伝えしてまいります。ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目次はこちら。概要欄に目次を設定していますので、見たいところにスキップしていただけたらと思います。それでは早速見ていきましょう。河野デジタル大臣は10月13日午前に記者会見を開き、紙の健康保険証を2024年秋に原則廃止し、今後マイナンバーカードに一本化する方針を明らかにしました。河野デジタル大臣は次のように述べています。マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた取り組みについて、以前に閣議決定をしていましたが、それを前倒しし、訪問診療、安間、新旧などにおいてマイナンバーカードに対応するための補正予算の要求を予定するとともに、マイナンバーカードの取得の徹底、カードの手続き、様式の見直し、この検討を行った上で2024年度秋に現在の健康保険証の廃止を目指すということにいたします、ということです。これによりマイナンバーカードが事実上義務化されることとなります。またさらには運転免許証についても、現在政府は2024年度末の一本化を目指していますが、時期をさらに前倒しできないか警察庁と検討を進めていることも明らかにしました。ではマイナンバーカード一本化したら、医療機関で主にどのようなメリットがあるのでしょうか。現在医療機関において患者の受診内容や処方箋などの情報は他の医療機関では共有されません。なので例えば薬のことに関しては、お薬手帳を使うなど患者自身で説明をしなければなりません。今後マイナンバーカードと保険証が一体化した場合、データで共有されることになりますので、受診内容や処方薬などの情報が自動で他の医療機関と連携されることになります。他にもマイナンバー制度の専用サイト、マイナポータルでこれまでの特定健診の結果や処方された薬の情報、医療費が見られるようになることや、高額療養費制度の限度額適用認定証の申請の手続きが簡素化されたり、確定申告の医療費控除の手続きもマイナポータルを通じて自動入力できるようになるなどのメリットもあります。では今後どのような流れで進むのでしょうか。現在は従来の保険証、そしてマイナンバーカードと保険証を紐付けたマイナ保険証、どちらでも利用することが可能です。ですが2024年秋以降、政府は現在の保険証の廃止を目指すとしています。ということは2024年秋以降、マイナ保険証にしなければ保険料は今まで通り徴収されますが、従来の保険証が廃止されますので、事実上保険医療が使えなくなるということになります。さらにはマイナ保険証は義務化ではなく事実上の義務化ということですので、あくまでも個人の申請となります。現在のマイナンバーカードの普及率は9月末時点で 49% にとどまっています。そしてマイナンバーカードと保険証を紐付けている割合は全国民の2割程度となっています。またマイナ保険証のシステム運用を始めている医療機関や薬局は 33.5% ということですので、国民にも医療機関にも普及していないのが現状です。政府としてはあと2年ほどで健康保険証を廃止する時期が来ても、マイナンバーカードを取得していない人への対応や、カードと一体化した保険証を利用できる医療機関をどのように増やしていくのかなどが課題と言えるでしょう。また今月中に取りまとめる総合経済対策に、免許証や保険証などの各種カードのマイナンバーカードへの一体化の加速、カードの取得促進のための広報や自治体支援、電子証明書の手数料の当面の無料化、民間でのカード利活用の実証実験の支援などを盛り込むとしています。ここまでマイナンバーカードと保険証の一体化についてお伝えしてまいりました。マイナンバーカードには賛否両論があると思います。まだマイナンバーカードを申請していない方の中には、多くは不信感により作成に至っていないと思います。
今回の発表により事実上の義務化になったということですが、あくまでも事実上なだけであり、個人の申請であるのは変わりません。そして従来の保険証が使えなくなるということは、前の保険証にしなければ保険料は払っていても医療費は全額負担ですと言っているようなものですので、半ば強制的にといった感じですよね。そして保険証、さらには運転免許証もいずれ一本化になるということで、持ち歩くことが前提ですし、となれば紛失することもありますよね。健康保険証、免許証が一体化されたマイナンバーカードを紛失した時の再発行の時の身分証明書は何を出せばいいのかなど、考えれば考えるほど様々なことが出てくるとは思いますが、政府としてももう少しやり方があったのではないかなと思いますけどね。ではまた最新情報が分かり次第お伝えしてまいります。皆さん、いつも高評価コメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。この動画が皆様の参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。